富士急行、富士急ハイランド A じゃないか A じゃないかは、山梨県富士吉田市にある、遊園地、富士急ハイランドのローラーコースターの一つ。2006年7月19日に登場。富士山、ドドドンパ、高飛ーー車と共に同園、四大コースターとなっている。公式なロゴでは二文字目の、絵は、天地が逆に描かれている。キャッチコピーは、前後左右、東西南北。 強点同値の大回転。従来のコースターのループやひねりに加え、座席自体が前後方向に回転する機構を持つ、日本初、世界で2代目の4次元コースターである。総回転数14回というギネス記録を打ち立てた。ギネス認定証には、足が頭よりも上に来る回数が14回と書かれている。これは、ギネスブックにおいて、ローラーコースターの回転の基準が、 そのようになっているためである。スタート時はいきなり後ろ向きから。自動放送でぐるぐる回るけど A ええかな。と流れると全員で A、ええ、じゃないか。と叫ぶ。するとスタッフの手拍子で A、ええ、じゃないか A、ええ、じゃないかと歌い出しスタート。そして約76メートルの高さから89度の角度で落下し、ループやひねりのあるコースを走行する。藤山。 ドドどんぱ、高飛ーー車同様、コース途中に、ライドフォートカメラを設置。乗車後にフォトショップ、踊る撮影局で購入できる。写真の他、データおよび写真とデータのセットも販売。一時期はシールも販売していた。回転する機構を持った車両は、長さが16メートル、幅が6メートルと一般のコースターよりも、かなり大きい。また、レールから座席が大きくはみ出しており、 乗客はレールが視界から見えにくいため開放感を味わえる。座席が回転するため安全装置は藤山宿ドドンパに比べ厳重なものになっている。上半身を支える観音開き式のハーネスは上下にスライドするため肩にしっかり当たるようになっている。肩の当たる部分には顔をぶつけないよう厚いクッションがついている。このハーネスは非常に硬く。 スタッフに装着してもらう必要がある。その他、腰に締める巻き取り式、シートベルト、左右のハーネスをつなぐベルト、ハーネスと座席をつなぐベルトがある。上半身は厳重なのに対し、下半身は膝から下がぶら下がった状態であるため、乗車中は足が勢いよく振られる。座席に足をぶつけることがよくあったためか、開業後しばらくして、ふくらはぎの部分に、 クッションが付けられたこのコースターのモデルとなったのはアメリカの遊園地シックスフラックスマジックマウンテンの X。世界初の座席が縦回転する四次元コースターとして2002年に先んじてデビューしている。実際に富士急行の現社長である堀内孝一郎が X に乗車し導入を決定した。また最初に友人走行を行った際にも 堀内社長が乗車していた。ちなみに X は2008年に車両にオーディオ機能を搭載した X2 としてリニューアルオープンしており、レールや支柱のカラーリングも A ええじゃないか、オープン当時と同様のものに変わっている。開始から間もない2006年8月4日に緊急停止した。ブレーキの異常音が原因である。この影響で翌日から運営休止となったが、 同年8月9日より運転を再開した。2007年12月13日、停止していた車両が突然動き出し、作業点検中の社員が車両とレールの間に挟まれ、胸の骨を折り重傷を追う事故が発生した。2009年1月3日、プラットホームを出てから約30メートル、地上約5メートルの地点で安全装置の作動により、緊急停止した。 巻き上げチェーンの緩みが原因である。この影響で終日運休となったが、翌日に運転を再開した。2012年4月29日、走行中の車両からボルトが破損、落下し、コース下を歩いていた女性客の額に当たり、軽傷を負う事故が発生した。この影響で終日運休となり、当面の間運営を中止することとなった。同年7月7日、 再発防止対策を施し安全が確認されたため、7月11日に運営再開すると発表された。ただし、この事故の影響により乗車時に履物はすべて脱ぐ、容疑無付けられ、鳥居から駅舎までの通路と、グレートザブーミ横の通路が通行禁止となった。また、バラエティ番組等の収録によるカメラやマイクなどの機材の持ち込みも不可となった。 A じゃないかの乗り場付近に過去に5つのお店が並んでいた。2016年4月よりゲゲゲの北郎をモチーフにしたゲゲゲの妖怪横丁としてをオープンした。A、えー、じゃないかのラッピングを施した富士急行バス。中央高速バスで運行、オーラバウト、超絶コースター、A、えー、じゃないか市場レポ。2012年9月16日へ閲覧。えー、じゃないかの営業再開について。 2012年7月8日閲覧。事故以降唯一機材を持ち込んで撮影されたのは、いただき、ハイジャンプのみであり、閉園後の客がいない、時間帯に収録が行われた。宮田玉城、手のひらを、太陽の塔に、革命的コースター、A じゃないか登場長大型マシーンが、遊園地を救う産経新聞平成18年7月20日付勇敢救命。ありがとうございます。